はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、悲惨なクリスマスイブやったわというねお話をしたんですけどもね、実はね、やっぱりね、クリスマスイブということでそんなにね、その感じの悪いことばっかりじゃなかったんですよ。病院でね、その診察が終わって、歯医者でね、診察が終わってですね、会計を待ってる間にですね、その待合室で座ってたんですよ。そしたらなんとですね、この僕の動画にはね、たびたびこう現れる美人歯科衛生士っていうのがいてるんですけどね、その人がね現れたんですよ。あー、久しぶり、お元気ですかってね、こう駆け寄ってきてくれてね、待合の椅子にはね、他の誰もいなかったんで、その向こう以外にも、待合室にはもう僕とその美人歯科衛生士が二人きりになったわけなんですよ。なので、その幸い誰もいなかったということでね、その待合の長い椅子のね、僕の隣にね、こう座ってくれてね、もちろんソーシャルディスタンスで離れてますけどもね、これはもう素敵なクリスマスプレゼントやなーってね、思いながらね、鼻の下がね伸びてたんですけどね、マスクしててよかったです。こればっかりはね、コロナに感謝ですね。いやいや、コロナの前からね、僕はマスクしてるけどもね、ほんでね、これはね、もうチャンスやと思ったんですよ。僕はね、このチャンスを逃したら二度とないやろって思ったんですよ。だからね、いろいろ聞いてみたんですよ、美人歯科衛生士にね。歯の治療のことですよ。もちろんですよ。もちろん歯のことに決まってるじゃないですか。もうただただね、デレデレしてるとでもただの変態なんでね。南大阪でもね、それなりに大きい病院で、すごい有名ですからね、そんなところでね、問題なんか起こしてしまったら、小さいところでも問題起こしてダメなんですけどね。それは歯科衛生士と患者という関係性があるからこそね、出会えたわけですし、僕もね、体を治しにね、その病院のね、資格を受けたに行ってるわけですからね。それはいいんですけども。今のね、その奥歯と親知らずで悩んでることと、その奥歯のような大きな永久歯をね、治療するのに、なぜこんなに時間がかかるのかっていうのをね、聞いたところですね、もう非常非常に分かりやすくね、簡単にギュッと説明してくれました。僕のようなね、その病気を患って入院してた患者さんや、現在入院してる患者さんらというのはですね、治療によってはその毒薬というジャンルになるね、抗がん剤を使いますので、抗がん剤を始めるまでに、その体の状態でね、悪いところがあれば、そこをね、治療をしてきれいにしておかないとならないというのをね、ご存知のことなんですけども、歯医者というジャンルではですね、その神経を抜くという工程に関しては、病気はね、関係なくね、時間をかけていくようなんですよ。その神経を抜くようなね、治療をしたことがある人でね、中にはね、一回で終わったでっていう人もいてるでしょうけども、僕の行ってる病院っていうのは、神経を抜くという負担を負うことは、体へのダメージがすごいので、こう、虫歯を削って、少しずつ神経を抜いて痛み止めやね、消毒液を入れて日にちを空ける、それを数回繰り返していって、変わっていく歯の状態を体に馴染ませながらやっていくというような説明をされたんですよ。そしてね、その回数を重ねて削って薬や消毒液を入れ替えていくというね、最大の理由としてはですね、衛生的にだからそうなんですよ。ずっとね、同じ薬を入れておくと、唾液などと混ざってね、汚くなるからみたいなんです。それとね、その薬の効果にもね、影響が出てくるようなんです。小さな虫歯ならね、その負担がなくてね、一回で、パッと終わらせられますけども、大きな虫歯というのは、それだけね、虫歯の広がる力っていうのが、ね、強いので、負担を少なくしようと思ったら、その虫歯を削るだけでも時間かかるし、それに神経を抜くとなったら、その薬と消毒液がね、必要となってくるということで、その薬と消毒液の効果が切れる前に、入れ替え続けてないと悪化しやすくなるみたいからなんです。というね、とても内容の濃いね、素敵なクリスマスプレゼントをね、いただきました。おとついはね、その治療の痛みに耐えてよかったなとね、思いました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。